はい、皆さんこんにちは。Bレジェンド染めらです。人工甘味料が苦手なお客様、大変お待たせいたしました。なんと Bレジェンドがめっちゃくちゃ美味しいプロテイン作りました。オーマイガットショコラ。味にね、定評がある Bレジェンドが作った人工甘味料不使用のプロテイン、どういった仕上がりになってるのか、早速飲んでデビューしていきたいと思います。Bレジェンドがね、植物由来甘味料のね、プロテインを作った経緯なんですけれども、たくさんお客様のね、お声をいただく中で、植物甘味料とかで美味しいプロテインをBレジェンドに作ってほしいっていうね、お声をね、かなり多くいただきましたんで、味にね、定評のあるBレジェンドがすっごく美味しい植物由来甘味料のね、プロテインを作りました。通常のね、Bレジェンドプロテインのパッケージと色が違います。今回の植物甘味料由来のプロテインはホワイトパッケージになってます。ちょっと爽やかな感じですよね。で、こっちの方にね、植物由来甘味料を使用っていう感じでパッケージの方にも入っております。早速ちょっとどんな味なのかね、飲んでいこうかなと思います。はい、こんな感じですね。パウダーの感じはね、普通のね、WPC プロテインとあまり変わらない、サラサラとした美味しそうなチョコレートパウダーのような感じですね。あ、むちゃくちゃココア、チョコレート香りますね。いい匂いっすね。ビレジェンドプロテインの方では、プロテインご購入いただくと、あのスプーンが一つ付属してまいりますんで、こちらのね、大スプーンですね、すり切って一杯入れていただければなと思います。そうすることでね、 30g しっかり計量できて、タンパク質が約 20g 取れる設計になっております。こちらご活用ください。で、今回のね、植物由来甘味料のプロテインの方も、水の方は 150ml から 300ml を推奨しております。ソメダのゴールドスタンダードは 200ml です。ぜひこちらで飲んでみてください。こちらの先ほどの大スプーンにすり切って、よいしょ、1杯入れてまいります。よいしょ、じゃあシェイクしていきましょう。ローリングからのシェイクです。めちゃくちゃ溶けいいっすね。うわ、泡立ちも全然できてないし、ダマも全然できてない。色もね、めちゃくちゃいい色してますね。チョコレートの美味しそうな、うわ、めっちゃクリーミーなチョコレートの感じですね。めっちゃいい匂いしてます。一足お先に僕がいただきたいと思います。いただきます。めちゃくちゃうまい。まずね、飲んでチョコレート感めちゃくちゃ抜けますよね。その後にね、程よい甘みがきます。甘ったるいチョコレートのね、フレーバーとかあると思うんですけど、今回のこのガトーショコラ風味はそこまで甘くないですね。ただ最初に飲んだ時にチョコレート感がこう突き抜けた後に程よい甘みがね、きますね。このバランスが絶妙です。めちゃくちゃ美味しい。で、実際、僕、この試作する会議とか入ってて、やっぱり、こう何個もいろんなね、こう、ロットを飲み分けたりするんですけど、まあその中でね、やっぱり甘い感じに振ったものとか、で、バランスのいいものがあったり、こう、全然もっと甘くないものもあったんですけど、やっぱりその中でね、こう僕らの意見が一致したのは、香りとね、甘みのバランスが取れた、こちらのね、フレーバーになりました。すごくね、美味しい仕上がりになっておりますんでね、ぜひお試しください。オーマイガットショコラフミの気になる栄養成分表示ですね。1食 30g あたり、エネルギーが 120kcal、 タンパク質が 21g、 脂質が 2.3g、 炭水化物が 3.8g、 食塩相当量 0.17g、 ビタミン C が 41.6mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。で、今回ね、こちらのね、植物由来の甘味料なんですけれども、ステビアを使わせていただいております。最も安全性が確認された植物由来甘味料として日本で生まれたものになります。まあ今やね、日本や世界中でね、利用されている植物由来のね、甘味料となっております。で、こちらのね、プロテインなんですけれども、一足先にね、Amazon の方で先行販売させていただきました。そちらの方でプロテインの部門の新着ランキング、そちらでね、1位を獲得しております。お客様のね、レビューとかもいただいておりますんでね、その辺参考になるかと思いますんで、商品お選びの際はね、そちらから
確認してみてください。人工甘味料のね、ちょっと甘みがね、苦手だっていう方、植物由来のね、プロテインできました。ぜひこちらのね、オーマイガットショコラ、お試しください。詳細の方はね、こちらの動画のね、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。